こんにちは、カイチです。キングダムニューランズやっていきます。スカルアイランドで1個目のポータル壊したところですね。皆さんお帰りなさい。まあ1個目のポータルなんで楽勝ですよね。なんか倒せてないっぽいな。そうだよね。俺が加勢するよ。歯入っとるし。どこまで、ああちょっとお金かかってるんだけど。というかあれか、最初のブラッドモン耐えられない。あ、ブラッドモンじゃないか、リベンジ耐えられないってよほど人材が不足してるな。お、2人いる、よかった。来たー。さあ、充電完了。ほら、よしよし、じゃあ行きましょうか。この距離は知ってるぞ。立てちゃいけない壁の距離だ。この一個後ろの壁にしよう。ここに立てると危ないかな。こんだけ距離があればどうなんだろう。ちょっと安全に行きましょうか。森土さん、ほとんどクマパワーだ。ブラッドムーンだからどうしよう、どうしような。あ、全然弓兵いないじゃん。まさかこのタッグでやらないかのか。いいよ、そのためのクマだから来な。壁とクマさえあれば撃退できる。来た来たよ。ほとんどクマじゃん。なんだそれ。ちょっとどういう勝算があってやるのかわからないけど、とりあえずもう行ってもらおうわ。壊れましたが続投しようかなと思います。あ、人数が全然足らんな。お金はあるけど人がいないか。まあそうなるわね。よいしょよいしょ。
ふうって立て。人がいないな。ああ、これで17日目か。ありえんな。しまったな。多分途中の、あの、岩を鍛えて、兵力が分散したのが良くなかったかな。え？びっくりした。なんか状況が全然わからなかった。あれは何？こっちに作ったよね。あ、そうだよね。突破されたんだよね。オッケーオッケーオッケー。ちょっとすごいもう諦めムードなんですが、何がいかん。クマがいかん。バリスタバーさんが、クマとバリスタバーさんかな。パンバーさんだったら人は集まってるから。少ない人数でもやっぱり強化してやるとかなり使えますね。次壊すとしたらやっぱり右なのかな。人なんだよな。これですね。これを最初にやっちゃダメでしたね。失敗したな。必要なところだけ作っていくようにしないといけないと。大工がいないな。もう耐えたら右やっちゃいましょう。もう27日だよ。このペースはまずいな。冬になって終わっちゃうな。ああ、こっちが。クマじゃダメなのかな。でもクマめっちゃ活躍したんだよな。デメリットも多かったけど。はい。ということで、今回の動画はここまでです。負けるの濃厚です。どうやったらいいんだろうな。ちょっとわかんないですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。